小野伸二青山劇場プロデューサー、どうか自己紹介を兼ねてケベックとの最初の関わりについてお話しください。2003年になるんですけども、今から10年前ということで、まあ、ケベック州政府在日事務所が、オープンしてから30周年のプロジェクトがありました。それを青山劇場と青山円形劇場で、ケベックのアーティストの作品を紹介し、4作品を特集したということがあります。その時が一番最初 の、 そのケベックのアーティストたちとの出会いということになります。で、今から考えても大変多彩で、ケベックのアーティストたちの特徴というのはこうクロスボーダー、いろんなその芸術領域をこうミックスしたような作品が多くてですね、その時に紹介をさせていただいたのが、テアトル・アンクリネであるとかカンパニー・フラッグ、これはまあダンスなんですけども、あとデルシネア・ラングフェルダー と、フォーディーアート。でフォーディーアートはミシェル・ルミューとビクトル・ピロンの出世作になった作品なんですけども、そういった4作品を紹介させていただく。でその前にそのプロジェクトの準備であるとかということでモントリオールを訪れたのが最初でした。はい。それではこのところどのようなケベックの舞台芸術に興味を持たれて、この劇場でも公演されていらっしゃいますか？本当にケベックのアーティストから学ぶことはたくさんあるんですけども、その常にこう新しいものを探求する姿勢というのはやっぱり強く感じるところであります。でもう一つはその高い芸術性をこう追求しながらも、常に両サイドに、脇にこう観客の目があるというか、その芸術性と大衆性を兼ね備えた作品がやっぱり多くてですね、そこで魅力を感じて、2003年からずっとこう毎年のようにその日本ケベックのアーティストの作品を紹介してきたということになります。どのぐらいの数の、ご紹介か。そうですね、ちょうど先ほど数えてみたら13アーティストを劇場の方でお迎えしてでやっていたということなんですけども、ここ最近はですね、割とモントリオール、ケベックの若い世代のダンスアーティストというか振付家の作品を紹介することが多くなっています。でというのも、モントリオールのタンジャンという劇場と私どもと、あと韓国の LIG アートホールというところが3つの劇場でその連携プログラムをやっていまして、で2年に1回その一緒に作品を選び企画して、でツアーを3カ国を一気にこうツアーして回るというプロジェクトはやっていまして、でそこでそのやはりその、アイデアの交換であるとか、ノウハウの蓄積であるとか、そういったことが、できているというのはとても私どもにとっても大きな財産になっているというふうに思います。それでは今後ケベックの舞台芸術とどのように関わっていかれるか、ご希望や展望などをお聞かせください。はい。先ほどお話ししたそのダンス X っていうプロジェクトなんですけども、3つの劇場の連携プロジェクトをこうきっちりやっぱり継続をしていきたいと思ってますので、モントリオール、ソウル、東京、3つの都市ともにその、世界中にこう引けを取らないぐらいコンテンポラリーダンスの作品を生み出している都市でありますけども、そこで実際にその生活をし、息をしているダンスで今現在をこう捉えたダンスをその、3つの都市で紹介をしていくということを、ぜひ続けていきたいなというふうに思っています。でそれを多分そのやりたいという衝動はその、モントリオール、ケベックの何て言いますか、そのアーティストがその社会で生きているその存在感というか、そのアーティストのその社会の中での位置がやはりそのとてもいい位置にあるなというふうに思っていて、で、その芸術性をこう高めていくアーティストに対する一般の人たち、観客も含めてそういう人たちのその目が眼差しがやっぱりとても優しいんじゃないかなというふうに思うんですね。そういったところもやっぱり刺激になりますし、
まあ先々その日本でもそのコンテンポラリーダンス専用劇場を持ったりとか、まあ、モントリオールのそのタンジャンのようなそのなんて言うんですか、ダンス作品をこう発表していくあの姿勢っていうのはこの先日本でも必ずやってくる、しなければならないことだと思ってますので、そういったあたりでもとても参考になっています。本日ありがとうございました。